我们到时候可以去摩托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 可以去今回もヘアサロンで、2回メイクを受けてきました。で今回は前みたいになんか説明してもらいながら受けるっていうよりかはさささーっととりあえずカメラだけ置いてやったのであんまりこう説明はできないんですけど、これはねワンホンちゃんの中国人の方の写真を見したのね。なのでちょっときついメイクをしてもらいました。まあ陰影メイクって感じですね。アイシャドウでこうちょっとなんていうの？きつくラインをアイライナー横幅に目をでかく作っていただいて陰影メイクって感じです。マジでリップのこのなんていうの塗り方とかこのぼかし、リップライナーのぼかしとかがやっぱ本当にうまいよね。こんな感じでまつげもつけてもらってちょっと派手な感じしました。やっぱり私目が離れてるから目頭の内側にアイシャドウでラインを引かれたんですけど、それやるだけで目がね横長に見えてちょっと魚感が薄れて、このやり方めっちゃいいなって思った。こんな感じでメイクをしてもらって今からご飯を食べに行きます。このあし、あ、味噌がある部分。手が自分の顔の近くに来るのにはいいかな。うん。ありがとう。こっけたな。ラーメン追加。ラーメンの麺。美味しそう。結構ボリュームすごい。美味しそうだ。これがやっぱ一番だな。ね。いや今ね、カンジャンケジャン食べ終わって散歩してます。ファッションチェック見たらわかるでしょ。みんなこれどっかで見たことない？最近さジェリーとかも着て流行ってるじゃんスカーフェイスです。大元のこの後にシュプリームとコラボしてあのジェリーのやつに出てくるし、これはその前になんか出てる。後ろがめっちゃ可愛いの。これは彼に借りました。ずっとこれ可愛いから着なって言われてて韓国に持ってきました。これさ重っ、ちょっと重いし暑いかなと思ったけど、韓国まだやっぱり肌寒いから持ってきてる。散歩してます。
너안나오고싶어아니다나한테혜원아 블루혜원ちゃんと焼肉に来ました。혜원아いただきます。연정은ということでクリニックに来たんですけど、カウンセリングをしたんですけど、私はなんかあんま脂肪がないみたいな顔に言われて、ハイフとかであんまり顔の差が出るタイプじゃないって言われたので、ハイフとかせずに今回はアクアピール、まあ、ハイドラフェイシャルみたいな感じですね。あと最後に肌荒れをしてたので、ちょっと鎮静系をしてくださいってことで鎮静パックをしてもらいました。最初になんかね、鼻に乗っけて、でこうずっと吸引されて続けるんだけど、途中でこう鼻のね毛穴をこう根こそぎ韓国人ってピンセットで取るんですよ。でそれをの手術をやられて、めちゃくちゃ痛すぎて号泣したのに、看護師さん無言で淡々とやり続けるっていう、マジで本当に痛かった。まあ、でも鼻の毛穴すごい綺麗になった。終わった後ちょっと赤みが出ますって言われてて、確かに 1,2 時間後ぐらいからちょっと赤いブツブツとかが鼻にちょっとできたかな。でもすぐ赤みは引いた感じです。で、こんだけやって、アクアピールと、あと鎮静パックみたいなのをして、全部で合計1万いかないぐらいでした。じゃーん。今ね、肌管理終わって、ヨンタバルに来ました。ヨンタバル。ここのね、てっちゃん、こっちゃん、こっちゃんのお店なんだけど、めっちゃ美味しいから、みんな韓国来たら来てほしい。知ってる人多分多いかもしんないけど。これがてっちゃんっていうやつでーす。てっちゃんみたいな感じかな。めっちゃ美味しいの。じゃじゃーん、ユッケも来ました。にゃーん。ご飯食べてセレクトショップみたいなところに行って、ブンドシャプっていうところなんですけど、めちゃくちゃブレンド物とかたくさんあって、可愛いお洋服がいっぱいあるので、皆さんチャウンダロデオか、ロデオのアップジョンの近くなんですけど、ぜひ行ってみてください。その後オリーブ屋にまた行って、ちょっとだけ買い物してホテルに戻ってきました。なんかさ、皮膚科で受けたじゃん。ここめっちゃく
ちゃ痛いぐらいになんかこうブニューって機械で出されて、でなんか鼻がちょっと赤くなってる今。だから今日は鎮静とパックとかしてしっかり保湿して寝ようかなと思います。明日は12時にまたまた美容院に行ってメイクをしてもらって、韓国来た記念に写真をお友達が準備してくれたのでスタジオで撮って記念に、そんな感じで過ごしたいなと思います。만나고있다찍어줄게나도찍어수진언니수진짱귀여워고생카페떡볶이유명한떡볶이海鮮떡볶이유명한떡볶이そうです食べてます。食べてます。主人언니。にゃん。